テイラー・アレン・ロジャースは、アメリカ合衆国コロラド州リトルトン出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。MLB のミネソタツインズ所属。双子の弟のタイラーもプロ野球選手であり、こちらは、アンダースローの右腕投手である。2009年の MLB ドラフト37巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名されたが、契約せずに、ケンタッキー大学へ進学した。 2012年の MLB ドラフト11巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、エリザベストンツインズで、プロデビュー。A 級、ベロイトスナッパーズでもプレイし、2球団合計で15試合に登板して4勝3敗、防御率2.27、74奪三振を記録した。2013年は、A 級、 シーダーラピッツカーネルズと A 級フォートマイヤーズミラクルでプレーし、2球団合計で25試合に登板して11勝7敗、防御率2.8893奪三振を記録した。2014年は A 級ニューブリテンロックキャッツでプレーし、24試合に先発登板して11勝6敗、防御率3.29、113奪三振を記録した。 オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2015年はトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスでプレーし、28試合に登板して11勝12敗、防御率3.98、126奪三振を記録した。この年のオフもアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。 11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年はトリプル A 級ロジスターで開幕を迎えたが4月13日にメジャー初昇格を果たした。翌14日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。この年はリリーフとして新人ながらチーム3位の57試合に登板して3勝1敗、防御率3.96。 64奪三振を記録した。2017年はチームトップの69試合に登板とリリーフの主力として定着し、両リーグ最多の30ホールドを記録した。2018年は72試合に登板して1勝2敗二セーブ、防御率2.63、75奪三振を記録した。2021年はオールスターゲーム前日の7月12日に、 マリナーズの菊池武生とヤンキースのゲリットコールが選出されていたオールスターゲームを辞退したことに伴い代替選手としてレイズのアンドリュー・キットレジと共に自身初めて選出された。ただし7月13日に開催されたオールスターゲームには参加はしたが出場機会はなかった。ツーシームとカーブが武器。 一卵性ということあり、弟のタイラーとはよく似ており、タイラーの所属するジャイアンツが出場していた2021年のナショナルリーグディビジョンシリーズをスタンドから観戦していた際にはファンから、なぜスタンドにいるのかと勘違いされたほどである。ありがとうございます。